第39装甲旅団、中林源は、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。司令部を、中林源州エアフルトに置き2001年に解散する。旅団の部隊は、第13装甲的弾兵士団の励下にあって、中林源州及び、ヘッセン州に駐屯し、後に、第5装甲士団に所属変更される。1990年に、 ドイツ民主共和国国家人民軍の解体、統合が始まり、1991年1月1日までに国家人民軍地上軍第4自動車加速撃師団を母体に再編成が行われ、第39強度防衛旅団が新編される。国家人民軍部隊を再編し次の部隊が新編される。これらの部隊はバートザルツンゲンのベラタール兵舎に配備された。他には、 第395装甲砲兵大隊と新編された第390装甲砲兵中隊がエアフルトに移駐される。1991年に旅団の愛称として中林源が与えられた。また早くも1991年6月にレオパルト2戦車と M1955mm 自走榴弾砲が旅団霊化部隊に供給された。1995年に 郷土防衛旅団から第39装甲旅団に改称され、第7防衛艦区司令部、第13総合的弾兵士団の霊化に置かれた。1996年には、第7防衛艦区司令部、第13総合的弾兵士団の改編がなされ、第39装甲旅団は、第4防衛艦区司令部、第5装甲師団の霊下部隊として、所属変更される。 同じ1996年には、第52装甲的弾兵大隊と、第2装甲砲兵大隊を旅団霊下に置く。第395装甲砲兵大隊は、第2装甲的弾兵大隊をもとに新編された。1996年に、第392装甲的弾兵大隊と、第394戦車大隊は、解体する。百九十七年に整備部隊が 第390野戦整備中隊として再編成される。2001年に第393戦車大隊と第390装甲公兵中隊が第37両兵旅団に配転される。第52装甲敵団兵大隊と第2装甲砲兵大隊は第14装甲旅団に配転された。これらの後2001年に旅団は解体される。 旅団の一部部隊は1998年に、ボスニア・ヘルツェゴビナと1999年から2000年までコスボに派遣されていた。ありがとうございます。